年アメリカ西部では深刻な雨不足の影響で干し草が不足しているそうです、値段も高騰して売ってくれる農家を探すのに大変苦労しましたが、無事に確保できました。今日はですね、うちに新しい家族が来ました。デイジーちゃんです。誰でしょう。デイジー。はい、子牛のデイジーです。食用ではなくてペットにする予定です。はい、デイジーかわいいね。今年の春に生まれた子牛です。She's cute. She's Daisy. Daisy ちゃんだよ。Daisy the cow. Daisy the cow. Daisy the pet. The pet cow. 着きました。あ、オルガンの音が聞こえてき、あ、パイプか。パイプの音が聞こえてきましたよ。スタンプをもらって入場しました。Let's go. What's going on? これは鉄の重りをバーを越えるように投げ上げて高さを競う競技です。重りが競技者の頭に落ちないかと思ってハラハラしました。これはケイバーという丸太を投げる競技です。丸太を1回転するように向こう側へ投げて、そして倒れた丸太の角度によって勝敗が決まるようです。I'm a little chilly. It's kind of cold. I didn't quite dress for the day. Oh, they're still playing in the rain. Yeah. The line keeps getting longer for the bus to go home. Can we go home? Wow. Are you Dempsey? I am. I like bagpipe. Huh? I like bagpipe. Yeah. That's a bigger band. How's it getting on?このケルティックフェスティバルでは毛皮、革製品、剣などを売る出店で大変にぎわってました。たくさんの人たちが民族衣装のケルトを身につけてこのイベントを楽しんでました。ケルティックフェスティバルの帰りの駐車場でですね、隣に止めてあった方が、迷子の犬を拾ったそうなんですけど、家に連れて帰れないって言って困ってたので、うちで預かることにしました。この子です。首輪はついてますけどネームタグがついてません。あんまり汚れてないんですけど、なぜかとっても魚臭いのでこれからお風呂に入れてあげたいと思います。ねえ、お風呂しよう。ツインズで行われているフェアです。行ってみましょう。何に乗りたい？なるほど。ファイヤーに乗る？怖い。ガタガタいってるよ。子どもたち小さい頃は喜んで乗ってましたが、大きくなってこの移動遊園地の、乗り物の安定感のなさにちょっと恐怖を覚えて乗れなくなってしまったそうです。これやってみよう。分かんない。チケットじゃないと思うね。モンタナのフェアでは賞を受賞した豚、牛、羊などいろいろな家畜と触れ合うことができます。名前何？名前。豚の名前。I don't know。マイクだ。マイク。ご飯が欲しいんだって。Is it dinner time? Oh, it is food time. ここの会場ではロディオショーも行ってました。残念ながら今回はスタート時間に間に合わなかったので、来年のお楽しみにとっておきます。気になる迷子の犬なんですが、最初はマヤと喧嘩ばかりしてましたが、今はとっても仲良しになりました。いろいろなソーシャルメディアを使って声をかけたり、近くの動物病院へ行って、マイクロチップが入ってないか確認しましたが、全く手がかりがありませんでした。もらい先も見つからず、かといって保健所にもあまりにもいい子なので連れて行けず、なのでうちに新しい家族として迎えることにしました。